やっていくズラ。ハスのウテナ。初めからやっていきましょう。本作にはホラー演出、グロテスクな表現が含まれています。X 月 X 日。私の名前はカズラスイ。この拾ったメモ帳に今日から日記をつけていこうと思う。この日記は私が死ぬまで続けていくつもり。バツ,ツ丸日。バツになった。街のみんながおかしくなって今日で3ヶ月経つ。 感染した人がどんどん増えて生きている人に会えなくなってきた。私は何とか生きているけど、明日は大丈夫かわからない。ゾンビ者やね。いわゆる。んバツバツガツ、バツ日。近所にはもう拾える食べ物が見つけられなくなった。明日はもっと遠くへ行こうと思う。そのための準備は万全だ。すごいよね。サバイバル能力高すぎない早く誰かに会いたいな。何ヶ月も生き延びれるという。うん。うわお いいねえ。いたった。かわいい。おっぱい大きいな <laughs>。絶景かな、絶景かな。ここはすごい格好してるよね。そっか、急に地面が崩れて落ちたんだっけ何も落としてないよね。えーと、水に傷薬に。ああ懐中電灯がない。もしかしたら近くに落ちてるかも。これ BGM は鳴ってないのかな、今。えー、移動方向キー、マウスクリック、タッチ。ほら。 ことなってるね、でも。メニュー画面は。メニュー画面はない。ダッシュ、ダッシュもない。あ、あれか。常時ダッシュにしたんだったそうだ。んあ。ティファっぽい格好が。あ、あるじゃん。すごい。あった。頭身おっきいよね。調べるアイテムに近づいて決定ボタンをカーする。いや、すごいね。グラフィックがね、やばいんですよ。ぴょっ。どこも壊れてない。よかったな。アイテム、懐中電灯を入手した。 この子が主人公だから。犬小屋あるよ。メニュー表示、キャンセルボタン、えー、右上のアイコンをクリック。右上のアイコンどれこれおーあ、すごい、ぴょーって、ね、ぴょってなるやつだ、これ。ぴょーって、これなんだ待ってよ。メニューアイコン。あ。あ、オッケーオッケー。コントローラーで言うとこの、オッケーオッケーオッケー。ちょっとレスポンスが。うん。何も持ってない。で 懐中電灯。あたりを照らしている。今はつける必要はない。えオプション。これ出して左を押すとこれか。なんかね、操作が。アイテム。まあ、ここら辺はこれでやった方がいいか。オプション、ライト。なるほどね。体験版が出てたらしいよ、もともと。このあたりなら奴らもういないし休めるかも。ちょっとだけ休憩。休めるあっ セーブマークか、これ。ほい。行きまーす。基本コントローラーで。メニュー周りは、クリックでやろう。む、あれ開かないや。んー、困ったぞ。ゾンビが。ゾンビが出てくるんじゃないかろうか。アイドルゾンビもおるかの。ん調べる。ゴミ箱だ。中で何か光ってる。ゴミ箱を倒す。よいしょーお。ゴミ箱を倒した。 パソコンがすごいうなり声を上げている。これでね、もしかして。通路の鍵だアイテム通路の鍵を入手。ほえー。じゃあ、帰ります。何結構あれかな一本道な感じなのかなこれフリーゲームです。みんないらっしゃい。今、行ってます。ぬぬ。鍵を開けた。久々のコラーゲー枠だよ。上に続く階段がある。下は駐車場だったし、上はお店でもあるのかな下行きます。じゃあ。おう。でも一本道だね。 うん、迷うことなさそういっん。暗くてよく見えない。懐中電灯を使わないと。えっ、ー、と、ライトの使用メニューから方向キーふんふん。し <laughs> た。オッケー。おお何か落ちてある。メモみたいな。アーカイブパンフレットが追加された。モールの中、モール内の、えー、お店を紹介しているパンフレットだ。 これによると地図を載せたフロアマップが1階にあるらしいけど地図を見れば脱出が分かるかも出口が分かるかも漢字読めないかも今日あ <laughs> 今日漢字読めない日かもアーカイブおっパンフレット タウンモールへようこそ。当店ではお客様に様々なお買い物をしていただけるよう、より一層努力いたします。日頃の感謝を込めて毎日セール実施中。店舗一覧、1階食品売り場、フードコート、2階ゲームショップ、ブックストア、雑貨販売。キモかわいい大マりコケむし店。大マりコケむし。近日オープン。知ってるみんな大マりコケむし。今日読めない日かも。各店舗の位置は1階のフラーマップにて確認。はい、そういうことね。一応読んでいこうね。こういうのね。 今日読めない日かもしれない。たまに読めない日あるから。ガチャポンがあるってお金ないじゃん。お金があれば弾けるのか。う、さい。だってもう何ヶ月も経ってるわけでしょだって。ん自動販売機がある。えっ、ー、と、オレンジ、オレンジイラは、うん、置いてないか。腐ってないのかなカンカンってどんぐらい持つんだろうね。カンカンに入ったジュースとかって。なんか、いやいや、やえ <laughs> 今手前ゾンビが、ゾンビが届、 走ってったよ、今。奥にはブティックや雑貨屋さんが並んでいる。今、ゾンビいたけど、ちょっとセーブさせろ。セーブさせてくれ,これ。これかいこれがマップモール内の地図が載ったパネルだ。ここってもしかして。やっぱりタウンモールだ懐かしい。前はよくここで買い物してたっけシルエット怖い。死んだかと思った今一瞬。地図だと、一番近い出口はこの先にあるみたい。場所はこのまま右に進めば良さそうね。ほんまに上を行かれへんのかいお。 エスカレーターが止まっている。確か2階はゲームショップとか雑貨屋さんがあったっけ今出口を見つけるのが先だから上にくらいやそう。なんでゲームをもらってこう。ニンテンドースイッチを。もらってこうよ。ゾンビ出そう。嘘、何よこれ。こんもりしてる。道が塞がれてる。土砂崩れってやつかこの、うっ。ダメだ、ちっとも動かない。手孔を使う、手孔。嘘でしょどうすんの ?2 階行く どうしよう他の道を探すしかないのかななんか何 <laughs> の音おー、誰かいるのゾンビーだゾンビー。暗くてよく見えない。もしかして人ああ、どちょ、待っ前 <laughs> 急に進むから。なんかついてるよー。ぎぎ。なんか虫みたいなのついてる。ぎギぎぎ。脳みそが出てんのかな脳みそが膨張して出てきたのかな 違うこれどういう状態なんだろう手が全部折れてますよでもスマホは話してない。感染者隠れなくちゃライト消した方がいい。あお今裏にいるってこと口から出てんのあれ。うどうしよう。向こうは気づいてないみたいだけど、下手に動くと捕まるかもしれないし、クリッカーみたい。確かに、ラストオブアスにいたぞ。あのエスカレーターまでたどり着ければ逃げ切れるかもしれない。どうにかして向こうへ行かないと。 ど,どうすればいいんですはあなんか見るみたいなのあるんだへえあー確かになんか口とつながってる気がするあちこち探し回ってる何とかして逃げる方法を見つけないとちょこれあれかなマウスの方がやりやすいかな違うちゃうねんこれマウスの場合どうやっておおお あ、なんかクリックで進む感じだ。お石の瓦礫が落ちてる。瓦礫を拾う。なるほど。投げるんだな。これを使えば。ほんとにこれだけでいいターンスこれのがやりやすそうだね、うん。こっち向いてるよ。どうしよう。このまま進むと確実に見つかるけど、それでも進む <laughs> 進むとどうなるんだろう。ちょっと死んだパターン見たくないいや、でもどうしよっか。やめる。怖い。怖いから。お。 向こうに行きたいけれどダメ。相手に見つかっちゃう。クソ死んだパターンを見たいぞ、俺は。こっちは俺があっちに行って。えいおー石投げちゃったお投げますかの選択肢なかったな。よし、向こうに行ったみたい今のうちにたたたたたたたおーあー、怖かった。泣いてる。この辺りにはいないよね。表情差分多いね。脱出できる方法を探さないと。 また紙が落ちとる。セーブじゃい,い。なあ <laughs> セーブが早い高速すぎる。<笑><今><笑>びっくりした。ボタン連打してたら高速でセーブした。お店の入り口には板が貼り付けられてる。何か道具を使わないと中に入るのは無理そうだな。おお、入ったりするんだ。バリケードっちゅうやつやね。これは新聞記事の一部が落ちてる。アーカイブスクラップ記事。はい。読みましょう。スイ。高速セーブ。 スクラップ記事。あ、読んだことないやつ、ちゃんと色ついてる。わかりやすい。通行人に噛みつき男を逮捕。えー、午前2時頃、通行人に怪我を負わせたとして、研究所に所属している男が逮捕された。被害者の男性は、肩を噛みつかれ、傷を負ったが、命に別条はない。容疑者は警察の事情聴取に対応できておらず、心神喪失の状態であるとされている。もうゾンビ化が始まってる。これも噛まれたらゾンビになるんですね、多分。下には降りたくない。はい。わかりました。ちょいちょい。パンフレットやったんで。セーブと。 セーブ入るいいね。異世界系いや、ゾンビ系でした、ゾンビ系。ゾンビサバイバル系の、なにゃもう、そう。待って待って、こっち奥行き出す。行き出し。行けるのか確かめたい。いつまでもクークーしちゃダメ。とにかく他の道を探そう。どこかにあるはずだもん。うーん入れた。すげえすげえ。ノボロボロの看板には大きな宣伝文句が書かれている。ルイキ100万部100万部突破。この一冊で、身近な脅威からあなたを守る。 ロナウロナルド・ミキ。当てるロナウド・ミキのサバイバル読本。水中都市編。何それ <laughs> 隙間から何かが見える。看板を解ける。うんあっなんだろう水中都市編じゃないのこれ。何かがある。これってひとして。エッチな本だちょっとだけ読んでみよう。フフ <laughs> この子余裕あるね。 なこの世界観はなんかゾンビが出てからもう三ヶ月経ってる世界らしいけど。なんだなんだ何すっげー泣きながら読んでるよ。マジか。お。棚の奥に何かある。手を伸ばせば届きそうかな。危ないけど無理してみる。手を伸ばすうもうちょっと。わわ。ドン。いたった。さすがにダメか。死にはしないんだ。死にはしないんだな。男か。<laughs> 反応が男だったね。 ギフフ言ってた。特に変わったところはない。主人公はあれだからね。女の子だからね。おそらく。何もないのになんで調べたんだろう。一応だよ。これはあ、これ。週刊少年スキップだ。しかも見たことない最新号。ずっとあの漫画の続き気になって。ん待てよ。この号が出てから新しい号は見たことない。だとしたらまさか。この漫画完結してないふふふ。<laughs> そんな嘘。う,う もうなんで世の中こうなる前に早く終わらせてないのよそうだぞハンターハンターの完結はいつだ世界がゾンビで包まれる前に見たいね。ハンターハンターの最終回。また救済しちゃったし。空のペットボトル捨ててある。持っていこうゼルダだったら空瓶はもう最強のアイテムだが。レジは壊され中のお金が抜き取られている。もう爆末爆末やばいから。カジマ強盗のだらけだから。多分。行こうか。 今、小説みたいじゃん確かに。<laughs> ハンターハンター小説こなかしてるね。文字ばっかだから。ドラノベ感出てきたよね。ハンターハンター。ゲームソフトが置いてある。たまに挿絵があるみたいな。ぬぬ。ゲームソフトは開いてる。何のソフトなんだそうそうでかっ。ぬ。ゲームソフトが落ちてる。あ、これって、ワンダーの冒険デラックスだ。ワンダーの冒険。ちっちゃい時にやった。やった。あの泉のステージでよく死んでたっけ。 ラベルに値段が1万9800円アーカイブワンダーの大冒険デラックスが追加された。台はついてないな。ワンダーマソ、まあ、待って、間違えた。アーカイブこっち。255社が開発した専用ソフト。主人公の出羽ネズミワンダーが織りなす。通貨アクションゲームの続編、ハードマッキーに発売され、出荷数が絞られたことからマニアの間で高値で取引されている。なんかこんなん、あなかったっけ昔のゲームで。 ワンダーの冒険。ワンダーワンダーなんだっけななんかあった気がする。アクションゲームで。気のせいかなゲームの使用台が置いてある。電源入ってないから遊べないんや。電気とかもないでしょだって3ヶ月経ってるわけでしょだってっ。踏み台が設置されている。これを使えば高い場所に手が届くかも。オッケーどこにしまった踏み台だ。二五五車。ガンバの大冒険。ガンバの冒険かなもしかして。ゲームのポスターが貼ってある。ワンダと巨像は神ゲーだったよ。 うーん、鍵かかってるみたい。鍵ぶっ壊せばいいのにね。もう人いないんだから。さっきの踏み台でぶっ壊せばいいじゃないですか。ねえ。回すところを。ドアノブをバーンやって。懐中電灯つけないのそれそれね。ほんとだよ。<laughs> 忘れてたよ。ライト。まあ、ライトなくても見えてたってことなんだろうな。要するに。ライトなくても見えんじゃんっていう。なんかねえか。お、飲みにーい。 な、うんうん、なんだ、今のは。あ、見ただけで終わる。なんか鉄骨がバーンになってたね。戻れというのか、俺に。戻りたくない。あ、トイレじゃん。鏡が割られてる。なんかいない今、トイレに用はないよ。んあれ開かないよ。えー、なんか怖いんだけど。ーうぅぅぅ怖いよ。 音が、隙間から何か見える。開けてみる。はい。うわーひい。ーん何か手に持ってる。アイテム、スタッフルームの鍵を手に入れた。なんで今動いたんだすでに息をしていない。手首に傷、自殺したんだ。んよく見ると足元に何か落ちている。アーカイブレシート用紙が追加された。なんだと何回も調べなきゃいけない。あまり見たくない。ことあるのかもしかして。レシート用紙商品を買った時に渡される領収書。裏には走り書きのメモが残されている。 な、なんて奴らに囲まれた。出らない、助け。あ、なんか横を押したらなんか、ある場合があるぞ。右を押したら。そうなのか。鍵ゲットしたね。ああ、怖い。これすごく怖いですよ。今来ていらっしゃい。あの、BGM ないからさ、あの、たまに出る SE が、うん,ん,んってなる。ぬぬん,ん,ん,んってなる。そう、だから自殺しちゃったんでしょうね。いや、ま、ゾンビになるぐらいなら、 ゾンビになったものの末路はだってあれだよ。手榴弾で爆破されたり撃たれたり、頭吹っ飛ばされたりするわけだから、嫌じゃない自分で死ぬのも怖いけど。さて、高いところのもの取りに来たか。棚の奥に何かかる。手を届かせるのに使えるものは、踏み台。踏み台を使えば届きそう。ぬぬ。これって、アイテム、小型のジャッキを入手した。こんなとこに、本屋にジャッキ。<laughs> 本屋にジャッキとなアイテム。本屋にジャッキとはあ、待って。消しちゃった。まあ、いっか、アイテム見なくて。使用用途があるところで勝手に使うだろう。ほい。よし。バイオだとロケットランジャーで吹っ飛ばした。そう。車で引くとかね。あるから。ゲームですから。ここだっけか奥に鍵かかってたところは。行けるとこ行こう。 ほい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 。んあ、オッケー。鍵は、スタッフフルムの鍵。小型のジョッキで何かを持ち上げるわけだね、多分ん。いっゃい。ロケラン欲しい。んー。うこれってちすごい、アップにした。いや、グラフィックいいね、ほんとに。なんだ、このグラフィックの作り込みは。なんだ、これ暗証番号を当てる感じ壁に貼り紙がされている。アーカイブスクラップ記事2が追加された。 みみるかま、ずはすごいホットバンクホットバンいいよね動きやすそうえー、感染事故の関係者殺される本日未明研究機関に勤務していた職員、えー、水木しおんさんが殺害されたすごいなかっこいい名前ですね <laughs> シオン俺もシオンとかいう名前がよかったな、えー、水木さんは都市を襲った感染事故に関する重要参考人として取り調べを受ける直前であった自宅付近で殺害されておりおそらく感染被害を受けた人間の犯行と思われる へぇー。重要参考人死んでるの、もう。このゾンビ事件のじ重要参考人。マジで。んそっちの奥も行け。あー、出ちゃうんだ。どっちからでも出れるんだ。はいー。待って、これは何だえ。これだって、1、なんか上に1、2、3、4って書いてあるから、これを、4、3、 1> 1 2みたいなそんなことある <laughs> <laughs> そんなことあるかな ?4312 なのかなそんなこと。えー、血で汚れた金庫。開かんないロックかかってる。番号忘れよ鍵外れるみたい。全部書いてあるけども。えーっと、そんなことないよな。さすがに。4312。よし、鍵が開いた。これ、鍵実質鍵かかってないよね、これ <laughs> 実質鍵かかってないけど、これ。開けるのがちょっと怖い。何このデカデカと。どうしよう。開ける実質元から開いてた金庫だね。何か入ってる。小型のバールを入手した。あバールとジャッキ組み合わせればさっきのあれが、もう何も入ってないもう開いてきる。いや、最初から開いてたよ、この金庫。うん。開いてた、開いてた <laughs>。最初から開いてたんです、この金庫は。 ポンと置いとくのとそういないもんね全然一応箱に入れときましたみたいなちょっとあの逃げ逃げイベントとかあったら怖いんでちょっとセーブしとく先にセーブしたらあのさっきのあこれかあこっちかもしれんバールってあセーブは5個までですここだろバールバールを使うえいっすげえ全部外した板を外した通れるとこだけ外せばいいと思うぞ。どうしよう OK 進む 怖っ。そろそろゾンビに押されそうなんだよな。シャッター、あシャッターをジャッキで開ける感じだ。なるほど。シャッターが降りてる。んダメか。鍵がかかってるよ。シャッターを開けるには、ジャッキ。どうだ。どうだおーえ、ジャッキってそんな、ジャッキを使って隙間を開けた。すごいな。うん、この高さで精一杯か。体通るかな。通るでしょう。うぅ、狭いな。 もうちょい、もう少し。うわあ <laughs> あ、これはえうしょ引っかかっている。嘘、挟まってる。やばい、出られない。いや、体を押し込めば。なんとか。ゾンビ来そう。あと少し。お尻が引っかかっていた。いい家だ。うんんああ、びっくりした。この間に襲われるとかないんだ。ただのセクシーイベントでした。ありがとうございます。一生出られないかと思った。<laughs> 一生。 開いた穴がさっきより大きい。もしかして私太ったなぜだ食料とか、太れるほど食料あるの <laughs> ?3 ヶ月ぐらい経ったんだよね。ゾンビが蔓延してから。そんないっぱい食べてたとにかく出口を探そう。普通は痩せ細っていくよね。食料がなくて。太れるって逆にすごい。大きなショーケースがある。えー、片側の土台が崩れていて今にも倒れそうだ。えー、倒れてくるんじゃろうじゃあそれは。それは倒れるんですよ、じゃあ。 倒すのか倒すのかいねそういう高校見たことある <laughs> ああ。あっ待ってくれ。筋肉か。なるほど。ポジティブ。<laughs> 筋肉も食べなかったらつかないと思う。光が差し込んでないせいか、暗くてよく見えない。ライトをつけるんじゃ、ライトをじゃ。おい、ここで音鳴るのずるいだろう。ここで音鳴るのはずるい。つけまーす。セーブだ。 いやでも難易度はそんなにあれだね難しそうじゃないね。結構簡単な難易度してそう。